金曜ロードショーでラピュタを見たんだけどさ、ラピュタの世界観ってすごくいいわよね。特に天空の城、昔の建物に草木が生い茂ってる感じが、本当に幻想的で素敵だわ。そうだな、私もラピュタは好きだぜ。あの美しく神秘的な世界観は、イギリスのウェールズ地方や、インドのアンコールワットを参考に作られた、って言われているんだぜ。イギリスにインドか。アニメの聖地巡礼で行くには、ちょっと気軽には行けない距離ね。まあ海外だとなかなか難しいよな。でも実は日本にも、かなりラピュタ気分を味わえる場所があるんだぜ。え、そうなの？詳しく教えてちょうだい。よし、じゃあ今日は別名ラピュタの島とも呼ばれる、友ヶ島について紹介していくことにするぜ。ぜひ、よろしくお願いするわ。それでは、ゆっくりしていってね。友ヶ島は和歌山県和歌山市加田に属し、紀淡海峡に浮かぶ無人島群だ。瀬戸内海国立公園の一部でもあるぜ。無人島群ってことは、一つの島の名前ではないってこと？友ヶ島は、地の島、上島、沖の島、虎島の4島の総称なんだぜ。なるほどね。島には何があるのかしら？島には明治初期に作られた灯台や、砲台や防備営所といった軍用施設、少なき子の御事を祀る神社、キャンプ場や民宿、バイアニクストイレなどがあるんだぜ。バイアニクストイレ？何それ？バイアニクストイレは自己完結型循環式水洗トイレのことで、水を一切使用しないトイレなんだ。杉のチップを用いて微生物の働きで分解し、それによって作り出された液によって便器を洗浄して再利用する、自律循環型のトイレなんだぜ。へえ、そうなんだ。とってもエコね。それにしても、なんだか古いものや聞き慣れないものまで、いろいろあるのね。一体どういう背景がある島なのかしら？そうだな、じゃあ次は友ヶ島の歴史について紹介していこう。友ヶ島の歴史は、古くは神宮皇后の時代まで遡る。神宮皇后？それっていつ頃の時代の人？神宮皇后がいつの時代の人かは諸説あり、実在したかも定かではない人物なんだが、4世紀後半頃の人物では？という説があるぜ。神宮皇后が友ヶ島を見つけたという伝承が伝わっているんだ。どんな伝承なの？その昔、神宮皇后が白木、百済、高句麗の三冠征伐をして帰国した時、海上で激しい嵐に遭遇した。あまりのひどさに神宮皇后が天に祈ると、船の苫を海に投げ、その流れのまま進めというお告げがあり、その通りにすると、無事に一つの島にたどり着くことができた。その島は苫ヶ島と呼ばれるようになり、それが訛って、やがて友ヶ島と呼ばれるようになったそうだ。もともとは苫ヶ島だったかもしれないのね。友ヶ島は古くから修験道でも有名な島で、修験道の開祖とされる縁の行者が桂木さんを踏み開く際、この島からスタートしたと言われている。これは大体7世紀頃の話らしいぜ。修験道の山伏修行では、今でも虎島にあるこれらの行場へ向かい、断崖絶壁の崖を登り降りして修行を行っているそうだ。修験道の元祖にして、現役の島なのね。この島が大きな意味を持ち始めたのは、幕末の頃。異国船渡来とともに、大阪湾の防御をする必要が出てきてからだぜ。海外からのプレッシャーに対抗するためには、確かに大阪湾の防御は重要かも。明治時代に大日本帝国陸軍は、外国艦隊の大阪湾への侵入を防ぐ目的で、紀伊半島と淡路島の間の紀淡海峡周辺に、由良要塞という要塞を作ったんだ。由良要塞はいくつかの地区に分けられて構成されたんだが、友ヶ島もその中の一つ、友ヶ島地区に分けられて、先に紹介した友ヶ島4島のうち、沖ノ島と虎島に防備営所が作られたんだ。沖ノ島には砲台が5カ所も作られたし、虎島には堀井も置かれたんだぜ。それまで無人島だったのが、突然要塞化されちゃったのね。無人島だったからこそ、とも言えるな。友ヶ島は第二次世界大戦までは要塞施設として利用されたため、一般人の立ち入りは禁止されていた。当時の地図や地形図にも、白く塗りつぶされて記載されなかったんだぜ。軍人や地元の人以外には、その存在すら知られなくなった島だったんだ。ああ、そうだぜ。現在の沖ノ島には道幅の広い遊歩道が多いんだが、これは砲台などへ通じる軍用道路として開削された名残なんだ。友ヶ島の要塞は実戦では活躍したのかしら？いや、第二次世界大戦の時代には戦闘方法は航空戦主体となっていたため、対艦用に作られた友ヶ島の砲台は、使用されることのないまま終戦を迎えたんだぜ。そうなんだ。平和なのはいいけど、ちょっともったいない気もするわね。第二次世界大戦が終戦した後は、友ヶ島全体が瀬戸内海国立公園に指定されたんだ。
沖ノ島に残っていた第二砲台は終戦時に爆破処分されたんだが、それ以外の軍事施設跡は比較的良好な状態で今も残っていて、映画や雑誌の撮影場所として使われることも多いんだぜ。綺麗な状態で残っている軍事施設って珍しいから、確かにいろんな撮影のロケ地として使えそう。1951年には観光地100選シリーズの一つとして、沖ノ島を描く24円切手も発行されたりしたんだぜ。戦後は観光地としても有名になったのかしら？南海電鉄グループによりともが島の観光開発が行われて、加太港から沖ノ島間の航路が開設されたんだぜ。キャンプ場やバンガロー村として夏場はかなりの賑わいを見せていたようだが、客足はだんだん減少していってしまったようだ。2000年の時点では、観光客数が最盛期の5分の1まで減少してしまったこともあり、2002年には南海電鉄グループは、すべての友ヶ島観光事業から撤退してしまうんだぜ。今でも島内の何箇所かで、電灯柱に南海の表記があったり、看板などにも南海電鉄の文字が見受けられる場所があるんだぜ。かつての盛り上がりを思い出させるようで、見つけたらしんみりとした気持ちになりそうだわ。南海電鉄グループが撤退した後、友ヶ島はどうなってるのかしら？南海電鉄グループの撤退後、有限会社友ヶ島汽船が航路を引き継いだんだが、この会社も2006年の12月に廃業してしまっているんだぜ。友ヶ島関連で利益を出して営業を続けるっていうのは、結構難しいことなのかもしれないわね。それじゃあ今は、友ヶ島に行く船を運航している会社はないのかしら？いや、そんなことはないんだぜ。有限会社友ヶ島汽船が廃業した後は、加太漁業協同組合が人員や船などを引き継いだ法人を設立し、友ヶ島汽船株式会社として運航しているんだぜ。じゃあ今は友ヶ島に船で行く手立てがあるってことね。よかったわ。古い伝説もあれば、軍事施設としても活用されたり、観光地として賑わったかと思えば、だんだん衰退していったり、なかなか波乱万丈な島なのね。ところで、最初に友ヶ島でラピュタ気分が味わえるって言ってたけど、どの辺がラピュタっぽいのかしら？そこのところを詳しく紹介していくぜ。最初の方で友ヶ島は、地の島、神島、沖ノ島、虎島の4島の総称だと説明したが、この中で最も整備されているのが、沖ノ島だ。そしてこの沖ノ島で、ラピュタ気分を味わえるんだぜ。沖ノ島のどの辺が、ラピュタっぽいのかしら？沖ノ島では古い建物と自然が共存する、幻想的な景色を見ることができるんだ。この風景が SNS に投稿されたところ、ラピュタの世界観に似ている、と話題になったんだぜ。SNS でバズっていたのね、知らなかったわ。この沖ノ島で特にラピュタ感を強く味わえると話題なのが、第三砲台跡だぜ。第三砲台跡は、全部で5つある砲台の中でも、主力とされた砲台だったんだ。今は砲台があった後に水が溜まって、まるで小さな池みたいになっているのね。この感じ、確かにラピュタ感があるわ。沖ノ島には森の中に、砲台跡だけでなく発電所や監視衛車もある。保存状態もいいから、これらの中に入って見学することもできるんだぜ。地下施設には、砲弾の貯蔵庫や装置なども残ってて、見応えがあると思うぞ。薄暗い森の中で、かつての軍事施設が植物に覆われながら木漏れ日を浴びている。まるでラピュタの天空の城にいるみたいだわ。思ったよりラピュタ感が強くて、なんだか行ってみたくなっちゃった。興味を持ってくれたんなら、嬉しい限りなんだぜ。でも、友ヶ島に行くときにはいくつか注意してほしいこともあるから、次はそれを紹介させてもらうぜ。ぜひ教えてほしいわ、よろしくお願いします。友ヶ島は観光地としてある程度は整備されているものの、とても利便性が高いというわけでもない。島内にはお店も少ないから、もし観光に行くなら今から伝える5つの点に注意してほしい。了解よ。1点目に気をつけてほしいのは、船便には要注意って点だ。友ヶ島に行く船便は1日4回運航していて、夏休みなどの時期にはこれに追加して臨時便も出ている。あら、意外に本数が多いのね。一見そう思えるんだが、この船便は予約は不可で、当日整理券配布制だ。1便につき、100人までという制限もある。だから夏休みなどの混雑する時期は、朝の時点で1日分の整理券の配布が終わってしまうこともあるんだ。午後からのんびり行くか。ってやってたら、もうチケットが売り切れてることがあるってことね。そう、だから友ヶ島に行きたいなら、朝一の第1便を狙うのをおすすめするんだぜ。それなら最悪第1便に乗れなくても、当日券をもらえないってことにはならなそうね。そもそも友ヶ島観光は、じっくり見たら4から5時間かかる人も多いんだ。
友が島からの最終便は夕方には出てしまうから、朝一で行ってじっくり見て回って、最終便かその一つ前ぐらいの便に乗って帰ってくるのがおすすめだな。なるほどね。それと天候次第では、船が欠航になることももちろんある。一見晴れていても、海の風や波次第で当日欠航になることも普通にあるから、注意してほしいんだぜ。欠航する場合は当日の朝7時ぐらいに。友ヶ島汽船の公式サイトで発表されることが多いみたいだから、こちらも要チェックだな。せっかく港まで行ったのに欠航だったら、気分もなえるし観光の計画も崩れちゃうから、要注意ね。二点目に注意してほしいのが、懐中電灯の持参だ。懐中電灯？昼間の観光でも必要なの？できればあった方がいいぜ。なぜなら、沖ノ島内の軍事施設の遺構の中は、欠航くらいからだ。そっか、当然電気とか通ってないもんね。日中でも木々が生い茂っているから全体的に薄暗いし、遺構の中ともなるとさらに日の光は届かなくなる。足元が見えないとうっかり転んで怪我をしてしまうこともあるかもしれないから。私は懐中電灯は持参することをおすすめするぜ。まあ今はスマホにもライト機能がついているから、もし持っていくのを忘れてもなんとかなりそうね。3点目に注意してほしいのは、歩きやすい靴、服装で行くことだ。島全体を見て回って楽しみたいなら、歩きやすい靴は必須だぜ。友ヶ島には名所を回れるハイキングモデルコースが用意されているんだが、このコースは全長 3.3km で、所要時間は約2時間30分だ。それは確かに、ヒールとかじゃ厳しいコースね。このコースでは神社池と鷹の巣山展望台なども見れるから、ぜひとも回ってみてほしいところだ。それにこのハイキングコースに限らずなんだが、島内の歩道は整備されていないところも多いんだ。道がぬかるんでいるところも多いし、岩場など足場が不安定なところも多い。だから友ヶ島に行く際は、動きやすくて汚れてもいい靴と服装で行くのをおすすめするんだぜ。確かに、さっきラピュタっぽい場所で紹介されてた第三砲台跡も、結構濡れる可能性ありそうな場所だったもんね。最悪、泥まみれになっても OK な服で行くのが良さそうだわ。4点目に注意してほしいのは、キャンプには事前申請が必要という点だ。友ヶ島では、南垂水キャンプ場でキャンプをすることができるんだぜ。緑豊かな自然の中で行うキャンプは、都会では味わえない開放感に満ちていて、最高なんだ。それは確かに良さそうね。でもキャンプを行う場合、友ヶ島案内センターで同意書兼施設利用申込書を提出する必要があるんだ。加えて、汽船のチケット売り場でも、人数と帰る日時を申告する必要があるぜ。結構ちゃんと管理されているのね。まあでも、勝手に森の奥まで行ってソロキャンプして行方不明になってた。なんてことになっても、困るものね。その通り。それと、火の使用にも制限がある。火の使用は持ち込みコンロとかまどなどに限られ、直火で草木を燃やすことは禁止されているんだぜ。万が一火事になったら大変だものね。キャンプをする場合は、しっかりルールを守らないとね。最後の注意してほしい点、5点目は、飲み物を持参することだぜ。友ヶ島には自販機はほぼないんだ。井戸水が出るところもあるが、この水は飲用水ではないから飲んではダメだ。自販機があまりないのは結構きついわね。もし持ってくるのを忘れたり、自販機を見つけられなかったらどうしたらいいのかしら？島には数箇所ではあるものの、一応民宿やカフェもある。だから、そういうところで補給したり、しっかり休憩していくべきだな。夏休みとかの暑い時期に行くときは、熱中症も怖いしね。水分補給はしっかりしていきましょ。友ヶ島についていろいろな話をここまで聞いてきたけど、今の友ヶ島って結構賑わっている感じなのかしら？そうだな。一時は観光事業が撤退するほど衰退してしまった友ヶ島だが、ラピュタに似ているとバズったことも手伝って、また少しずつ観光客は増え始めているらしいぞ。ラピュカフェなどのカフェもできたんだ。ラピュタファンはぜひ一度は行ってみたい島よね。ラピュタファンだけでなく、軍事施設の遺構は廃墟ファンにも人気があって、そっち方面からの観光客も多いみたいだな。SNS のおかげで存在が広まって、また賑わいつつある、って感じなのね。ちなみに友ヶ島はラピュタ以外にも、ゲームや映画のモデルやロケ地として、たくさん使われているんだぜ。最近ではサマータイムレンダというアニメで、話の舞台となる島のモデルとして使われたんだ。その作品では、友ヶ島はどんな感じで登場するの？作中では人ヶ島という島が舞台になるんだが、これは現在は無人島である友ヶ島が、もしも人の暮らす友人島であったならどんな島であっただろうか。という空想を膨らませながら設定された、と言われているんだぜ。
それに、作中では現実の友ヶ島城の地名も登場する。和歌山県の公式ホームページともコラボしているんだぜ。県が友ヶ島とサマータイム連打を後押しして、観光につなげようと力を入れてくれてるのね。ちなみに、サマータイム連打は SF サスペンスもの。ラピュタとは全く経路が違うところが、面白いと思うぜ。ラピュタを見た後友ヶ島に行って、次にサマータイム連打を見た後にもう一回行ってみたら、同じ島でも全然違う印象に感じるかもしれないわね。興味がある人は、ぜひぜひ行ってみてほしいんだぜ。私も今度、アニメを視聴してから行ってみることにするわ。それではご視聴、ありがとうございました。